こんにちは、田辺美咲です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回の Wiz チャンネルは、今の暑い季節でも使えるユニクロのトップスを使ったコーデをご紹介します。暑くても秋コーデが完成する優秀アイテムなので、ぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。今回着回すアイテムはこちらです。ユニクロのライトシアーボートネックセーターで、お値段は税抜き1990円です。カラーはワイン色って記載されてるんですけど、実際は赤みのがかったブラウンっぽいお色味です。こちらのセーターは透け感のあるシアーニットになっています。シアーニットなんですけど、そこまで透け感がないので、いやらしくなく上品に着回しできるアイテムです。生地はとてもさらりとした生地なので、着心地も爽やかに着ていただけます。袖はこんな感じでドルマンスリーブになっていて、丈の長さも5分丈なので、二の腕も隠すことができるのは嬉しいポイントです。中に着るインナーなんですけど、白よりかは色味が近い黒とかブラウンのキャミソールを着るのがおすすめです。まだまだ暑さが続くと思うので、こういったカラーだけでも秋カラーを使うと一気に秋コーデが完成します。少し肌寒くなってきてもライダースやジャケットと合わせることができるので、まだまだ大活躍するアイテムです。一つ目のコーデはこちらです。今季流行りのエコレザーのプリーツスカートに合わせてきれいめなコーデにしてみました。アイボリーと赤みがかったブラウンの色合いは相性抜群です。ブラウンが入ったスカーフをプラスして少し大人な女性を演出してみました。インナーは今回黒を合わせていますが、程よい透け感なのでそこまで目立つことなく着れるシアーニットです。今季トレンドのレザーアイテムはカジュアルすぎずきちんと感も出してくれ、大人っぽく仕上げてくれるので今季大注目のアイテムです。こういったスカートはシンプルなニットと合わせるのがおすすめです。2つ目のコーデはこちらです。Zara のテーパードパンツと合わせてきれいめなコーデにしてみました。定番のテーパードパンツは合わすトップスを迷うことなく着回しができるのでよく履いているパンツです。シンプルなコーデなのでアクセントとしてパイソン柄のバッグを選びました。パイソン柄のアイテムは大人コーデに取り入れられやすいアイテムです。靴はローファーと合わせて秋らしく出勤スタイルにもなるコーデです。このコーデにカーキのシャツを羽織りました。ブラウンとカーキの組み合わせってあまりしたことがなかったのですが、意外と大人なコーデになりますよね。ブラウンとカーキだけのコーデにしても可愛いですが、どっちかの色を差し色として使う方が大人っぽく仕上がるのでおすすめです。3つ目のコーデです。ワイドパンツと合わせてきれいめなカジュアルコーデにしてみました。デニムのワイドパンツと合わせてもトップスが上品感のあるものなのでカジュアルすぎない大人コーデに仕上がりますよね。ライトブルーは夏っていうイメージがありますが、秋カラーと合わせるのも可愛くておすすめです。今回はワイドパンツを合わせましたが、スキニーやきれいめなパンツとも相性抜群です。カバンと靴は白でまとめました。コーデに使う色は多くても3色までにまとめるとまとまり感のあるコーデに仕上がると言われています。コーデを組むときはぜひ参考にしてみてください。最後のコーデはこちらです。キャミワンピースと合わせてラフ感のあるコーデにしてみました。ユニクロでも GU でも最近発売されているキャミワンピースなのですが、中のインナーを考えずちょっとしたお出かけするときやおうちコーデとしてもたくさん着回しができるアイテムなので1つ持っておくととても便利です。そのキャミワンピースのインナーとして今回は着回ししてみました。黒とブラウンどっちも暗い色ですが、シアー感があることによってそこまで重たくならないコーデに仕上がりますよね。明るさをプラスしたかったので今回は白でまとめ、靴は白スニーカーでカジュアルさをプラスしてみました。キャミワンピースの同じ色のカチューシャを取り入れたのもポイントです。動画はいかがでしたか？暑い季節が続きますが、カラーだけでも秋カラーを取り入れてみてください。よかったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。次回もお楽しみに。